海運共東交差点より撮影。海運通には独特な形の街路灯が設置されている。イオン豊川店前に集められた7、福神海運通りは愛知県豊川市にある市道の通称である。豊川市内には末広通、千歳通り、小峠通など縁起の良い通り名が多いが、この海運通りはその中でも最もストレートな表現であり、 それを意識してか1998年には道路沿いに7福神の石像が設置された。なお、現在ではイオン豊川店にすべて集められている。沿線は海運通商店街となっており、中小の商店が並んでいる。1998年に商店街の外れに豊川サティができ、客の流れは大きく変化した。豊川稲荷が近くにあるため、正月は 非常に混雑する。海運通り沿いには、参拝客用の臨時駐車場がいくつも設けられるほか、歩行者も増えるため、歩道には沿線の商店によって、豊川稲荷までふんという看板が設置されることも、ある。豊川稲荷の大駐車場の前にある、幸町交差点は起点である。スタートして、しばらく民家と商店が混在する。 中間地点の豊川高等学校東交差点で末広2と交差し、様々な店が並ぶ通りを進み、前方にイオン豊川店の大きな建物が見えてくると終点の海運共同交差点となる。助、長尾を渡って、さらに直進すれば、陸上自衛隊豊川駐屯地や工業団地の前を通り、豊川市総合体育館や豊川警察署へ、 最短距離で行くことができる。ありがとうございます。